朝です。朝です。月曜日の朝です。月曜日の朝です。今日も一日頑張りましょう。私も頑張ります。ラムネの飲み方公演ってめっちゃいいね。昨日も竹内咲さんの生誕祭のラムネの飲み方公演が DMM にあって見れたんですけど、めっちゃいいね。ラムネの飲み方公演で好きな曲は何ですか？なんで？ユニットがめっちゃいいね。神だね。びっくりした。クロスからのさ、まだ出したよなら。さよなら。やっぱ学んだし、さよならが雪なんだ。フィンランドミラクルね。気まぐれだって。あ、ダチョウね。私だけ見てよ。今君といられること。今君、どういう曲だっけ。サビ、今日は眠いですね。眠いですね。オールしました。すごい。オールってやっぱ勇気いいよね。3時ぐらいで、あ、やっぱ寝ようかなって言って寝ることが多いです。昨日のアナはそれでした。3時半ぐらいに、あ、やっぱ寝ようと思って寝ました。曲数が多いか。なるほどね。今君といられること、そばにいられること、わからんかった。今君といられること、そばにいられること。そんなにポップじゃない。最近夜遅いね。身長止まりそうで怖いです。え、何？いちご？ありがとうございます。かわいい。ダブルアンコール、すご。ダブルアンコールはすごい。え、いちごありがとうございます。すご。春の、春っていうか2月のギフトだね。そうか、今日から2月なんですよね。あー、知らなかったな。今日から2月だなんて。いちごいっぱいありがとうございます。いちご食べたいな。
それはちょっと怒ってそれだけはね。授業中は寝たことないよ。テスト、あのテストもあるね、確かに。その前は時が止まってる。全然脳みそ動かない。朝って動かないよね、やっぱり。動け動け動け、頭の回転を回転させろ、お願いだから動いて。グッドモーニング。朝弱いよね。ね、朝弱いよね。でもなんかこのお仕事してると朝早いこと多いじゃないですか。大変よ。前日に早く寝れればいいんだけどね。一番早かった時何時なんだろう。なんだろう、一番早くって布団から出ない。ああね、今年それはなくなった。布団から出ない事件はなくなったんですけど、今年なくなった。初めて でもなんかぼーっとしてても眠いみたいなのは多い。いちごありがとうございます。めっちゃ可愛いね、いちご。あ、でも MV 撮影はめっちゃ早かったですよ。4時半メイクとかって気がする。めっちゃ早かったな。やっぱメイクも10期だから早いんですよ、一番早いから。そうそう、でも完全に夜行性だと思う。でも朝なんか朝起きて、朝早い、めっちゃ早く起きると時間めっちゃ有効に使えるじゃん。そう、めっちゃ好き、土日とか特に。この間めっちゃ早く起きて、朝からお仕事してめっちゃ早く帰ってきて、めっちゃ良かった、ね。まあ、結局めっちゃ寝たんだけなんですけど。
ふふ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 。早起きは三問得だね。そうね、早起きすると絶対いいことはあると思う。電波配信違うな、脳波配信。フレフレフレで頑張って、初めての恋をフェフェフェ、うん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 、ふふやばいね、なんか目がしょぼしょぼするわ。おはよう、バランありがとうございます。配信時年と3分で、そうなんだ、すごい ね、寝たってわかるんだね、ショールーム。今まで過去にいないんですか、なんか寝て配信切れた。でも1回ぐらいやりそうだな。あ、いるんだ、やっぱり面白いね。毎日配信してたりして、もう時間が、配信していい時間まで時間がめっちゃ なくて切れるならもう最悪だけど、普通に毎日アイドルじゃなかったら、ね、みんな疲れてんだね。最近なんか携帯の目覚ましでも起きれなくなってきて、ちょっと怖いですね、自分が、かなり自分が怖いです。前一時期めっちゃ自分で起きなきゃいけない時が、起きなきゃいけないってか起きる時があって、その時は全然良かったんですけど、アラームの音変えなきゃだね、多分なんかちょっと。そう、じゃあなんかそれすらに気づかないことが多い、なんか、うん、やばいよね。アラームは何個かけるかな、めっちゃ1分おきとかにかけてた。30分に1分おき、じゃあ30分で30個かけてた時とかあった。どうしても遅れちゃいけない仕事がある時とか、そうそう、ね、多めにかけた方がいいよね、起きれないからね絶対。あ、今君といられることだ、やっと思い出した。携帯にさ、アラーム鳴らすのってさ、なんか音声変えれるアラームとかあるの？そのアラームで起きちゃう。なんかたまに通知で起きちゃう。ドゥルームなんかショールームの通知とか、そういうので起きちゃう。はい、302日ありがとうございました。で、でくださった1309人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございます。OK、
ギフトと星投げてくださった方ありがとうございます。いちごありがとうございます。あ、設定で変えれるんだ、変えてみようと。ということでまただん、バイバーイ、ありがとうございました。